ゾフィー・ヘイトビヒホン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、ナッサウ・ディーツ博、エルンスト・カシミールの妻。ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公ハインリヒ・ユリウスと、その2番目の妻で、デンマーク・ノルウェー王フレゼリク2世の娘である、エリサベとの間の長女として生まれた。1607年、ナッサウ・ディーツ博、エルンスト・カシミールと結婚した。百三十三年に、夫と死別すると、 カフ領としてディーツ城を与えられた。ゾフィーは30年戦争の家中にあって、ドイツ西部に駐屯する諸国軍の司令官たちと巧みに交渉を行い、ディーツ白領で兵士が野営したり略奪したりするのを阻止し、ディーツ白領の平和を守った。ソフィーの名領主ぶりは、両違いでも広く知られており、例えば1633年、 スウェーデンの最小アクセルオクセンシェルナ伯爵は自国軍がゾフィーの領地内で戦闘行為を行ったことに関して彼女に保証をしている。ゾフィーは戦時下の伯爵領の領民のために尽くし彼らのために食料と水の供給源を確保し、また農村の安全を保証した。1635年にペストが流行した際もゾフィーは動揺する民心を沈めた。 またソフィーはプロテスタント神徒の家系に生まれたが、晩年には規定のナッサウイコールハダマール号、ヨハンルートビヒと一緒にカトリックに改修した。ありがとうございます。